have to redo some of the stuff I did last time. Yeah, Kana cry. Kana, hi, how are you? Kana, keep it up. Nice. That's a new one, Kana Peak. Oh, nice. That sounds good, Kana Peach. Kuna hit them. I missed your generic name because it's the best one. Yeah!
Maybe. とにかく。Kinda. Yeah, wanted to take it with Kana Flash. Easy. They need to do better. They took damage from that. XD.
ちいい加減寝てろなめんな悪いな、ヤガAll kind of heart. Kana, hi, how are you? Nice to see you, Kana Piki. Yeah. Pretty good.Up to where I was before. そのか。Took about 15 minutes.Yeah, Kana Peak.
Where do they come from? XD.Just see someone fly past XD. At Silent Kudir, yeah, not get completely destroyed without being able to do anything.And this is one hard mod. Oh, okay, Chromia thing. Kaido almost dead.Oh no, Kana cry. Thanks, Kana Piki. Not that weak.So mean Kana cry.
You have to mash so fast to break free from their grip. Dodge that. Yeah, wanted to do it with the little can, but they dodged that. Isn't too bad to do that. お前らはなんで桑名を追ってんだ。あいつが何をした。どうして沢先生と桑名がつながってる。質問が多すぎるな、このイカレ野郎。神室町で河合信也を探してたのは何でだ。お前らは何をしてるんだ。タボ。Oh no. He just doesn't stay down. Akutsu! Tough だね、あの人。しかも逃げ足早。やろう。あれは途中からここ逃げる隙を伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ。ずいぶん冷静じゃん。ええ。こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。驚きました。そんな状況だったんですね。ああ沙織さん、俺と電話がつながらないってすぐ海藤さんに知らせてくれたんだろ。それでつくもが俺のスマホを GPS で追って、そっからは町中の防犯カメラ漁って俺を見つけてくれたんだ。おかげで助かったよ。いえ、そもそも八神さんはこちらの依頼で動いてくれてるんですから。それに最初に不審を感じたのは、She's so good. Started things to save his life. Yeah. Don't need to dress up anymore. Yagami-san がいつまでも電話に出ないのはおかしいって。じゃあ、あいつにも礼を言わなきゃか。ええ。ところで、神室町で調べた河合信也の情報については、さっきお伝えした通りです。かつて黒川学園のいじめ加害者だった河合は、5年前に知人らしき男女に連れ去られたきり、それをガールズバーの女性店員が見ていて、 RK はその情報をもとに河合が殺されたと判断したようです。分かった。けど
沙織さんはもう RK と関わるのよした方がいいな。あいつらヤクザより簡単に一線を越えてくる。ええ、まさか八神さんまで危ない目に遭うなんて。こっちは今沢先生のマンションに戻ってきたとこ。神室町で河合を探してたはずの RK がなぜかこのマンションで桑名って便利屋を待ち構えてたんだ。便利屋ですか。普通の便利屋よりも守備範囲が広い。偉人町の裏社会にも顔が利くようなやつでさ、桑名って名前も偽名だった。でもそんな得体の知れない人がどうして沢先生のところに。ああ、だから彼女から桑名の話を聞こうと思う。沢先生には今度こそ知ってる。Bothering her so much, poor girl. わかりました。いろいろ見えない状況が続いてます。お気をつけて。大丈夫。今は頼もしい味方が二人も一緒だから。よう、サバ先生の部屋は何号室よ。You would want to know that, Kaido. That unicorn turtle 669, I guess, kind of caught a peek. だな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です、八神です。どうした。鍵がかかって。Oh no. え？沢先生？おい、タモ！Oh no, she did die kinda not like this. Not. そんな。嘘だろう。Oh, that's chapter 7 done. Kinda short. ヤガミの前に突然降りかかる星稜高校教師、沢陽子の死。
too important? 彼女を殺害した RK 相馬の目的は偉人町の便利屋クアナを捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたというクアナの正体をめぐり、ヤガミは底知れない闇に直面していく。Kanaye nice. Should add a 100k point redeem? はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、神室町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、ターボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。 Don't think so.沢先生はどうやら便利屋のクアナと知り合いだった可能性が高い。だからクアナを追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生とクアナとの接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただそのクアナっていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。これは血だ。そんなに量はないけど。ああ、そう見Yeah, went a bit far with the bullies but not deserved to die. If she helped. No. Ayashina.目につく傷はここだな。どう、海藤さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。
多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。なんだこれは。Yeah, Kana cry. これはスマホだ。これ沢先生のか。そうらしいな。部屋に押し入った RK の奴らが取り上げてここに捨てといたってところか。どうする？メールとか通話履歴見てみるか。そうだね。これ。Oh. What's not real enough? Would die to a stab like that. ダメだ。暗証番号でロックされてる。すぐには中を見れそうにないな。もうすぐ警察も来るだろうし。じゃあこのままほっとくのか。残念だけどね。他の手がかりを当たろう。八神さん、それ沢先生が高校生だった時の卒アルだよね。黒川学園の。なら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない？A pyro the flame night hugs. A Mr. Generic named Chromia think but would still die from something like that, right? Even without a lot of blood. Yeah. ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム。中を見てみるか。いや、でも殺しの。Already touching everything else. Might as well touch that.I don't think there is any setting for blood chromia. 見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はない。
Maybe should have looked first, then called the cops. Should I take it with me?More time to look at it then. At Mr. Generic named Waukana Peak. At Unicorn Turtle 669 probably. このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃ、もう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越葉殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああ、なら俺らが持っとくべきだな。多分サバ先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ。杉浦、警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。Gonna question where the person who made the call is, maybe Chromia think. Ayashina. Would have been scary, Kana Peak. Maybe, but they did say they were with two other people, Chromia think.The woman who knew too much, kinda thinking. At Mr. Generic named Chromia think. なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹。カムロ町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、ナベさん？なれな。Stop looking at his butt. I know you're into him, but don't need to look at it that much, Chromia. Sawa 先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは押したちを絞り込む。
もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は？死因は首の後ろ、盆の窪への一突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。Wow, so killer right then, Kana cry. Nabe-san, 警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ町に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは？ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるが、そう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんでカムロ町の半グレに追われてた？おまけに桑名ってのも偽名だって？沢先生とはどういうつながりがあった？それ全部知りたいですよ、俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。まあ今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか、鍋さん。ああ、こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。鍋さん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、Wow, you took a screenshot of Kaido's butt. You saving it for later? あの件な。江原が御子柴を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり？今回の沢先生の事件と御子柴殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか？俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を御子柴殺しで調べるなら、その前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで御子柴殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。Maybe. 捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか？解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな100も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと？よせ、侍。
急なことで、私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかでは3年生の端から順に教室に戻りなさい。八神さん、理事長からもし学校にいらしてたら八神さんとお話ししたいと、沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。Poor girl gonna cry. Only this chair moves kinda thinking.Oh, only the ones no one sits in. Yagami-san. Ah, yeah. 驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。Yagami-san は何かご存知なのですか？現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか？事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが。If you get her involved, maybe she'll be the next one to dive in Kana Cry. 沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ。No, boss. そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか。なるほど。ええ、そうですね。そんなことになってしまったら、ミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは、俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか。そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。
Don't think so. I'm sure she'll be fine. どうぞ。来てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。 Yeah. 私にが見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？異人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、神室町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていること。Don't think so. Was most likely Soma. ことです。三越馬君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのなら、どれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても、何人で止めに来ても、俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです理事長。あとは沢先生の2年2組が失敗です。八神さんもよくご存知の通り、少し不安定な子たちがいますから。また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。甲田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。
They better not bully anyone. We'll have me to deal with them Chromia stab.Yeah, Chromia lol. あの。It was right under their feet.八神さんじゃないっすか。何しに来たんです？なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、御子柴先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。Ah, oh no, poor thing. みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。ふん、偽善者っぽい。御子柴先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。は？せえぞ童貞。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけ。The bully girl? Yeah, maybe a bit. Just need some karma. 沢先生に何があったのか分かった時は、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り。すかした顔しちゃって。何？どうしたんだよ、アカネ。お前変だぞ、今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ。御子柴ヒロが、なんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも御子柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ御子柴先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、そん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。ふん、なんだよ探偵って。ああ、うさんくさ。
あいつさ、アカネ、三越葉先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたし、めっちゃ話し、Kind of throwing a tantrum, Chromio. ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたって、わきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。で、Yeah.Gonna be hard to forgive. Yeah, that or a broken leg. よく謝った。とも。Yeah.Oh, it costs more to take a taxi from the phone I think Chromia think. Halfway to this. A bit over.お疲れ様です、矢上氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。I can't reach the cat. Kaido's big butt is in the way. 昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくも君に渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら。
俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。いや、また後にしよう。そうですか。Maybe gonna be long of giving an option Chromia thing.八神さん。天沢。This one you have to do all at once, Chromia, think. ああ。ありがとうございます。よろしく。No, Kana, not like this. Nah. Eh. Ah, not really a curse.
So they have a cursed kitty statue, Chromia think. Just need to take care of it more so it gives good luck. It's haunted. それって…いえ。なるほど。It's a lot of bad luck. Could potentially be the case for one of the things Chromia think. But kinda doesn't explain the other bad luck. Chromia think maybe. Maji de? ええ。ん？実は。
ほど。Wow, they wanted to have bad luck kind of thinking. ですが、分かった。はい。八神さん。ああ。ありがとうございます。ええ。そう。Just hope they don't get isekai'd on the way here. There. そちらですね。そちらですね。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。
事件の匂いを嗅ぎつけるとつい相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いやしかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いやお前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。一緒に行きます。All the taxis are suddenly gone. いい加減にしろや。そちらですね。ありがとうございました。Really? More of them?They look fancy. Maybe have a lot of money. They do so much damage. Wow, from full HP.
All the way back here. 一緒に行きます。息が。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ、仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会があるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。一緒に行きます。He dead. XD. にしても、天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われる。Oh no, Chromia Law. プレッシャーです。天沢キタンの孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり、探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢キタンの孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢キタンの血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。Safe now, Kanaye. はじめまして。どうも。すみませんでした。ええ、so much. Oh.
天沢。Maybe they're a robot Chromia think. This is a...天沢。ええ。天沢。ええ。Oh no, it was a trap, Kana Peak.It is bad luck, Kana Peak. まさか。バカな。
あの、お願いします。え？はい。ありがとうございます。あの、Smash it open and let the ghost out. Maybe.Dino Burger Kana Piki.Not that weird. You're just mean to them. Ghana in the stream here, Kana Peak. Sorry, it's a shorter one.Food time, Kana Peak.Thanks for watching, hope you enjoyed. At Unicorn Turtle 669 you too. Yeah. Good night. Bye bye.